神奈川県121期高本和也選手です。よろしくお願いします。お願いします。前回の大垣から、中15日空いているんですけれども、前回のその大垣ミッドナイトの競争3日間について振り返ってもらえますか。はい。まあ、初日は、まあ、ライン 1,2,3,4 で決まったんでよかったんですけど、まあ、ちょっと準決勝は自分のちょっと、まあ、レースの組み立てが下手くそで、まあ、ちょっとラインの人たちに迷惑かけて、お客さんにもちょっと迷惑かけてしまったので、今回そういう反省点を生かして、まあ、準決勝も1着で上がりたいです。中15日空いているんですけれども、練習などどうだったんでしょうか。しっかりできました。今、川崎がちょっとバンク使えないと思うんですけど、今どうしてますか。今は平塚競輪場で練習させてもらってます。自分の、アピールポイントなど何かあるでしょうか。まあ、自分は地足タイプなので、まあ、粘り強く、走るのが、長所だと思ってます。トリデバンクは初だと思うんですけども、何か、アドバイスとか、周りの方には聞いてますか。特に聞いてないです。では、最後に、全国の競輪ファンに向けて、今回の、アピールとか、お願いします。今年まだ優勝できてないので、今回の開催で優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。